あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。今日は群馬県邑楽郡邑楽町中野にある山田うどん食堂さんにやってきました。今日はぼっちでダウ、朝早いこともあり店内は少ないです。それではメニューです。朝からやってる定食はとても良く感動しております。ただいまの時刻朝6時なんですが、お腹はとても減っていまして、たくさん食べたいと思っております。なぜ数ある中から邑楽を選んだかと言いますと、朝6時から営業しているということでやってきました。人生初の山田うどん楽しみです。パンチと呼ばれるもつ煮が人気だそうなので、そちらをいただいていきたいと思います。そしてパンチのもつ煮にはテイクアウトもあるということで、こちらも楽しみです。今回はこちらをいただきます。赤パンチ定食870円、ボリュームがすごいです。いただきます。小鉢、辛いの苦手なのになぜか赤パンチ。山田うどんといえばうどん、そしてライスです。小鉢の方は体に良さそうな野菜中心小鉢、こちらの味付けはしっかりしておりまして、まさかの米に合うという緊急事態、 100% 米が足らない状態になります。朝6時から背徳感が半端ない。それでは山田うどんさんのつゆ、朝はとても冷えるのであったかいうどんにしてみました。楽しみです。こちらのつゆは甘くて私好み。しかも山田うどんさんのうどんは思った以上に太くてびっくりしております。このシンプルなやつが一番美味しいのかもしれません。今日は珍しく朝起きた瞬間からお腹が減っておりました。でも起きたのは5時過ぎ、どこも営業してないと思ったら山田うどんさんを見つけました。このもちもち食感のうどんがとても美味しいです。小麦の主張は強く、朝日が眩しくなってきました。うどんの中には海苔が入った天かす、わかめ、ネギが入っております。この天かすと一緒に食べるうどんが絶対に美味しいと思います。朝日が眩しいです。そのままで食べるより海苔の風味が増して香ばしさがあり、つゆでふやけた衣がとても美味しいです。スープも一気に飲み干しそうな勢いです。スープと絡み合う衣も最高です。そしてパンチ、パンチ、パンチと一緒にメンマが乗っている。普通のもつにもあったが、今回はなぜか赤パンチ、これがとても美味しい。もつはかなり大きく柔らかい、名の通りとてもパンチが効いている。しかも今回は赤のパンチということで、さらにパンチが効いている。朝から目が覚めそうだ。よく考えたらやはり辛い、辛いこともあり余計に米が足りない気がしてきた。今回は埼玉県民ソウルフードの山田うどんさんにやってきたが、埼玉県人がとても羨ましい。メンマもしみしみである。結局ご飯をおかわりしてしまった。何度も言うが今日はとても腹ペコだ。何度も言うがただいまの時刻は朝6時である。後に来たお客さんが全て帰っていく。朝6時から楽しんで食べてるのは俺だけじゃないか。まだ頼む。黒豚コロッケ210円、ご飯を注文したら次はおかずが足りなくなった。無限ループに陥りそうだ。箸を入れたら衣からサクッと音が聞こえ、黒豚とポテイトの融合だ。基本的には揚げ物には何もつけたくない。このまま食べるのが一番美味しいと思っている。朝6時にこれだけ豪快に食べたら家に帰ったらすぐ寝てしまうだろう。だから豚になっていくのだろう。家畜になってそのうち食われるのだろう。でも結局ソースは最後かけてみた。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日の山田うどんさん、とてもリーズナブルで朝からボリューミーでした。安くてまた行きたいと思います。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。